どうもこんにちは、こんばんは、いわです。稲妻イレブン、前回に続きからやっていきましょうということで、今回理科室へ行こうということなんですけど、なんか遠藤くんが急にね、なんか自信を操れるようになって、なんかポケモン並みに強くなっちゃったんで、まあその辺にしとこう。はい、理科室行って、おこのぎ、あ、こいつが理科の先生なの？なんか敵みたいな、なんかスパイみたいな感じじゃない？またこいつもブツブツブツ。なんじゃ？わしは今大事な研究中なんじゃよ。と、で、機械を見せに行くんだよね。謎の装置だっけ？なんじゃ？放課後に訪ねてくるなんて、珍しくやる気のある生徒じゃな。先生、調べてほしいものがあるんです。これを見てください。遠藤は、奇妙な装置を渡した。奇妙な装置ね。これは一体。先生、これが何か分かりませんか？これを頭につけた生徒が突然暴れたりして、なんだかおかしな装置なんです。なんじゃって？これはじゃな。おいおい、この先生困ってるみたいだぜ。他を当たった方がいいんじゃないか。何を言っとるか。このわしにわからないことなどない。すぐに調べてやるから、君たちは外で待ってなさい。本当ですか？ありがとうございます、先生。それじゃあ教室の外で待ってますね。なんか怪しいな。こいつ壊さないかな？大丈夫？いや、なんか怖いな。なんかわからんっつってバーンって投げそうだな。とは言ったものの、こりゃ参った。わしは機械の専門ではない。仕方ない。気は進まんが、あいつに電話してみるか。あいつって誰？あいつって誰？ああ、わしじゃが、ちょっとお前に聞きたいことがあってな。生徒に頼まれて奇妙な装置とやらの修理をすることになったんじゃ。それで聞きたいことがあってな。おう、ふむふむ、なるほど。いや、そんなものは見当たらんぞ。ないと言っておるだろう。やっぱり貴様の言うことは当てにならん。わしが一人で何とかするわい。まったく、あいつはいつまでたっても口の利き方を知らん。やっぱりわしが自分の手で調べるわい。これかの。おや？あれ？あいつって誰だろうね。しかもなんか今、もしかしてかぶっちゃった自分で。なんか玉五郎と壁山がなんか可愛らしい遊びをしてるな。なんか可愛らしい。いやー、玉五郎それいじめられちゃってるよ。あ、ゴエンジ優しいね。では、なぎじいさん、しまった。なんだ今の音。壊した？あ、壊しやがった。大丈夫ですか、先生？すまない。どうやらこれはわしの手に負える代物ではない。わしは実は生物の教室なのだ。そうなんですか？それならそうと言ってくれればよかったのに。すまない。でもどうする？これでその装置のことはまた振り出しに戻っちまったぜ。どうしてもこのことが知りたければ商店街へ行くのじゃ。あそこにはわしの息子、あいつはいい年してロボットの模型なんぞ売っている。機械が大好きなやつじゃからな。ロボットの模型？そんなんで本当に機械のことがわかるのか？ああ、大丈夫じゃろう。やつはロボット好きが行き過ぎて、大学でも機械の勉強をしておった。わしの生徒だといえば相談くらいには乗ってくれるはずじゃ。なるほど、ありがとうございます、先生。よし、それじゃあ商店街で模型屋を探してみよう。商店街まだ行けなかったっけ？そのことすら覚えてなかったわ。ってことで、商店街のプラモ屋に行こうということで。商店街にプラモ屋なんかあったっけ？この商店街か。うわ、懐かしい。ここ最近ずっと稲妻イレブンGOやってたからさ。うわ、懐かしい。この商店街全然ちげえな。うわ、マジ懐かしいわ。で、ここでスポーツウォルターをゲットして、で、ここではないと。こっちか。お、こっち。あ、雷神模型。お、こんなところあったね。ここで誰かなんか仲間にできる気がしてたような気がする。店長、君たち親父の教え子なんだ、なんか普通にちょっとかっこいい店長だな。君たち親父の教え子さんなのか？サッカーをやってるって。親父サッカーに関係あったっけ？いえ、俺たち理科室の先生にこれを見てもらってきたんですけど、よくわからなくて。なんだいこりゃ。ああ、これがさっき親父の電話で言ってた奇妙な装置ってやつか。まったく、親父のやつ無理なら最初からそう言えばいいのにな。またくだらねえ喧嘩しちまった。それじゃあちょっと見てみようか。そもそもこれはどうやって使うものなんだい？あ、それは頭につけるものなんです。頭に？こんな感じかい？そうやってよ。あれ？それ遠藤くんいいのか？つけちゃダメじゃない？頭に。おい遠藤、この人がそれをつけてしまったら。あ、しまった。これはうひゃー。なんかハゲてんな。この店長写真問わず違うじゃねえか。ハゲてんな。ちょっとやばいやばいやばいって。止めようよ遠藤くん。やばい、トリプルアクセル決めてたな今。大丈夫ですか。いてててて、なんだこれは。つけた途端に頭の中に奇妙な声が聞こえてきて、体が勝手に。声、スラムのやつも言っていた。心を支配するってやつか。しかもやっぱりすごいパワーが出てるみたいだな。未確のやつらはおそらく全員がこれに近い状態で試合に臨んでくるはず。これはかなり高度な装置だ。君たちこんな技術を持ったやつらと試合するなんて、こいつはかなり大変だぞ。確かにあの不良も稲妻落としを打ち込んでやっと止まってくれたんだ。稲妻落としなんだいそれは。稲妻落としってのは俺のじいちゃんが考えた必殺シュートさ。稲妻に打たれたみたいな衝撃が走る。やべえな。よく耐えたなあの不良。稲妻に打たれたみたいなってえぐいな。死ぬよそれ普通に。そうか、高度なものだけに強い衝撃には弱いのかもしれないな。でもサッカーの試合ってことは選手は11人だよな。その稲妻落としってやつで全ての選手にこんな衝撃を与えることができるのかな。そういえば夏美も似たようなこと言っていたな。でも今の俺たちには稲妻落としよりも強力な技はないし、見かけと戦うなら俺たちでそれを編み出しておかないとまずいってことかもな。なるほど。よーし、それじゃあ早速学校に戻って特訓だな。店長さんありがとうございました。ああ、力になれたのならよかったよ。これからも雷神模型をよろしくな。っていうことで雷神、誰なんかかっけえな。おっと、すいません。あれ、その服確か夏美の家の遠藤様ですね。なんか夏美の家の服のっていうか、なんかさライモンジャージじゃねえ。遠藤様ですね。はい、遠藤は俺ですけど、夏美様からの伝言をお伝えします。遠藤くん、今からすぐにグランドの脇にあるおじいさまの銅像の前まで来なさい。いいこと、私を待たせたりしたらただでおかなくてよ、とのことです。グランドの脇の銅像、なんでいきなりあんなところに。確かにお伝えしましたよ。それでは私はこれで。ちょっとお前それ夏美のさ、今来たお前、俺さ幽国のチーム、オカルトのチームの情報集めてこいって言ったはずなんだけど、全然電話来ねえんだが、ちゃんとやってんのか。銅像は確かサッカーグラウンドの向かって、あったね、そういえば。まあいいや、練習始める前にやってみるか。ということで、銅像の前に行こう。ここ、人脈ルート解除、OK。ここなんか売ってないのプラモ屋。なんも売ってない感じ。これ話で終わり。そんだけか。悲しい。ここはなんかスパイクとか売ってそうだな。売ってる売ってる。これはいやー、なんかいいや。このウェア系はまだいいや。ガード。上がるってことは、これ卵の1しか上がんないならいらんわ。精神スピードキック、コントロール。キックか、じゃあキックは2つ。いや、5インチ変わんないのか。5インチ変わんないなら1つで染め化でいいや。で、精神スパイク。でも遠藤くんもこれ欲しいな。遠藤くんも買っていて、精神スパイク。ゼマルとかその辺に、見つかっときゃええかなって感じかな。はーい。おほう、そこね、なんかあれね、鬼瓦刑事の初登場シーンだっけここ。違ったっけ。夏美がいたね。ここに何かあんの。遅いわよ遠藤くん。私をこんなに待たせるなんて一体何を考えているの。なんだよそっちこそ。いきなりこんなところに呼び出して、俺たちは早く練習してんだぞ。ふふん、練習ですって。それなら心配しなくても嫌というほどさせてあげるわよ。これを見なさい。何、夏美を見るの。ずっと見てるよ。そしたら怖いな。俺ただのストーカーじゃないかよ。ーし、なんか銅像動くんだろ。銅像じゃなかった。銅像の床ごと動いたわ。うわ、そういうこと。なんか試練の穴ってタイトルってこれだろ多分。なんだこれ。今から40年前、雷門中サッカー部はあなたたちなんかとは違って伝説のチームと呼ばれていたわ。本当に信じられない実力を持ったサッカーチームだったの。これは彼らが使っていたという伝説の特訓施設。伝説のチーム、それってもしかしてあの稲妻11ってやつか。あら、知っていたの。意外ね。何も知らないと思っていたけど、ここがまさに稲妻11がその超人的な力を手に入れたという秘密の特訓場、稲光練習場よ。稲光練習場。私も稲妻11というものを知っていろいろと調べてみたわ。そしたら昔の学校の資料にこの修練場のことがあったの。それでお父様にお願いして発掘し、さらにパワーアップまでしてもらったというわけ。すげえな。すげえや。これが稲妻11の特訓場。そうよ、もっと近づいてよく見てみなさい。何すんの。うわーってすげえ。なんか4人一気の全体攻撃だな夏美。何をするんだ。ふふふ、練習がしたいんでしょ。それならここで嫌というほどさせてあげる。この試練の穴を攻略できないようでは、帝国はもちろん、三影洗脳にも勝ち目はないのだから。夏美。夏美。お、ライモン理事長かね。どうも、お世話になっております。お父様。なに。彼が遠藤君か。見せてもらうよ、夏美。彼らがどれほどのものなのか。ええ。ってこと、うえい！なんかこれは死ぬんじゃないかな。うん、大丈夫か？あ、懐かしい、懐かしい。てかみんなライモンジャージ着てんな。ここが稲光修練場。一体この先にはどんな特訓が待っているんだろうな。おい遠藤、このまますぐにここで特訓を始めるつもりか？あのお嬢様の話だとまともな特訓が用意されているとは考えにくい。少し気をつけた方がいいんじゃないか。ああ、それは分かっている。でも俺たちがこれから戦うのはまともにぶつかっても勝ち目なんかない奴らばかりだ。そこ知れないパワーを持った御影や帝国学園だってそうだろう。だからたとえ何が待っていようと、俺はこの試練の穴を攻略してみせる。この試練を乗り越えれば俺たちにも奴らと戦うための新しい道が見えるはずだ。うわふ、確かにお前の言う通りだ。ここでビビっている暇はないな。それじゃあ行ってみるとするか。稲光修練場を攻略しようと。OK です、OK です。なんかいっぱい人いるけど、いっぱいってほどいねえな。3人ぐらいしか人いねえけど、お前なんか売ってんの？あ、なんだ、なんかあれか、解説ね。解説はいらんわ。解説はいらんわ。なんか道具売ってたら買おうと思ったけど。よーし、では早速やっていこうか。ようこそ、稲光修練場へ。君たちが挑むことのできるフロアはこれだけだ。うん、アタック、ディフェンス、スピード、コース、テクニー、体力、不思議。はいはい、ここで特訓、不思議のコース。いや、これ不思議だろ、これは。まあ、一番最初ってことは、まず不思議なコース、不思議コースで行こうぜ。不思議のまでいいか。なんかかっけえな。なんかかっこいいな、言い方が。それでは奥に進みたまえ。お、早い、早い、遠藤くん、早いよ。健闘を祈っているよ、遠藤くん。ということで、いや、懐かしいな。いや、思い出したよ、これのやり方。これ途中までサッカーバトルで、最後だけなんか試合形式になるんだよね。鍛え直してやろう。ファイター。ってことで、じゃあね、最後の試合のところまで早送りでいこうかな。ドン。よーし、最後のでかい部屋に来たね。これが最後の試練だ。さて、勝てるかなと。勝手見せるぞ。よくぞここまでたどり着いた。さあ、勝負だ。ってことで、あれ言う、かっけえ。稲光エンブレムかっけえ。ライモン VS 稲光。ってことで、稲光4、おい、ちょっと待て。名前だけじゃん。これどう見ても、全体どう見てもこれ、オカルトじゃねえかよ。まあ、このままやっていきましょう。まあ、オカルトなんでね、ファイヤーとドラゴントルネードか、とかで決めていけると思うので、まあ、その辺狙っていきます。くっそ、フェイント。フェイントかけていくよ。よいしょ、うつえ、遠藤くん。さすが100出てるよ、トータルパワー。で、ゴンジ。で、マックス村井からの、よし、いや、オフサイド今の。いや、結構ギリギリついたつもりだったんだけど。まあ、オフサイドならしょうがない。で、シシド。あれ、これって15分ハーフだっけ？なんかいろいろ忘れてるけど。どうだったっけな？で、ここで、まあ、取っていきたいな。まあ、タックルで取っていけると思うんだけど。うわ、呪いか。まあ、技持ってたか。まあ、いいでしょう。まあ、玉五郎くんね、技覚えたばっかなんで、打ってこい。まあ、取ってやる。トルネードキャッチ。いや、でも、ファントムシュートなら危ない。これは取れるでしょ。オッケー、取ってよ、玉五郎。トルネードキャッチ。よいしょ。回転してボールの威力を殺し、それをキャッチする技。今度はこっちの番だ。オーケー、玉頃。その気でやっていこうぜ。で、マックス。から、いや、シシド、それオフサイドかな、また。オフサイドじゃない、オーケー。で、ドラゴントルネード。ドラゴントルネード、染岡に渡して、ドラゴントルネード。これ、さっきね、染岡、シューズのおかげで、キック4上がってるんで、どうかな、これ多分入ると思うんだよ。歪む空間だったら決まると思うんだけど、キラーブレードだったら怖いな。どっちだ、ただのキャッチで来るか。よーし、ただのキャッチ。よいしょ。まあまあまあ、オッケーオッケー。これで1点。どうだ、この1点はまあでかい。これ前半15分ハーフだっけな。15分ハーフだったらまあまあこの1点でかいんだけど。よーし、やってこう。で、これでクイックドロー。クイックドローで取ってもいいけど、栗松何も覚えてないんだよね。クイックドローで取って、いや、これはタックルでいこう。ダブルだったのにミスしたわ、今。いや、ベヤマのザ・ウォールはちょっと慎重に使っていきたいんで。お、打ってきたね。あ、やべ、間違えた。いや、待って、間違えた。ダイビングヘッドきた。いや、バカタレー。くそ、トルネードキャッチしてればよかった。なんでだよ。タッチミスだよ、タッチミス。なんでだよって言われても、そりゃ、遠藤くん、現実的なことを言うと、タッチミスというものなのだよ。ちょっとやっちまったよ。まだだ。俺たちはまだやれる。めっちゃキャプテンじゃん。玉五郎めっちゃキャプテンなこと言うじゃん。よいしょ。あ、15分ハーフじゃないね。これ、ちゃんと30分ハーフだね。よーし。これ取ってよ、ゴエンジ。いや、取れないのか。そこ取れないのはでかいな。そこ取れないのは痛い。いやー、これ、栗松。いや、これパス回されねえ。よし、ベヤマ戻って。ベヤマ戻って、ザ・ウォール。確実に取っていきましょう。ザ・ウォールうわーって叫んでって、よいしょ。で、いや、そこ取られるんか。そう、いや、待て。いや、トルネードキャッチ。くっそー。いやー、ファントムシュート。これは痛いな。これ止められないんじゃないか。大丈夫か。いや、止めてくれ。タモゴロ頼んだ。属性が痛いけど、うわっしょ、止めていく。ナイス。こんなはずでは。今度はこっちの番だ。まあ、さっきからこっちの番だっつってるけど。いや、これは、突破かな。フェイントじゃちょっとテクニック勝てない。いやー、取られたね。普通に取られた。あ、待てって。あ、タッチミスが多い。よーし、ピコンってなったから取れる。オッケー、ナイスパンチング。いいぞ、こんなはずだよ。やばい、待って、前半で1点、もう1点決めておきたいんだけど、後半ないとか言われちゃうと、ちょっと泣くから、泣いちゃうからさ。いや、オフサイドねー。じゃあ、ここ、染岡くんで取っていきたいな。染岡くん、いや、そっち、ゴエンジ、それ前入ってる、オーケーで、ゴエンジで、前、稲妻落としで打っていこうかな。稲妻落とし。大丈夫だと思うんだけどね。稲妻落としどうだ。これさ、意外にさ、結構ちゃんと作り込まれてて、お、キラーブレードだ。キャッチの時とかね、上から打つっていうと、上からボール来る。よーし、打っていくじゃなくて決まった。いいよ、ナイス。動力のせいか。これでまあ、これで前半で終了したとしても、まあギリギリ OK かな。よーし。まああと、これ終わりじゃねえの、前半。ね、前半終わりじゃねえの、それ。さすがに前半終わりじゃねえの。クイックドローを取っていく。ぴょんと。ナイス。お、前半終了。オッケー。残るは後半のみか。よし、後半やっていこう。まあまあ、後半もね、あと1点取っておけば、まあ、大丈夫だと思うんだけど、その1点が取れるかどうか、ブロック。いやー、なんかミスしすぎじゃねうちのディフェンダー。よし、クイックドロー。取っていきたい。ダブルだから取れるはず。オッケー。クイックドロー。ナイス、マックス。で、染岡、いや、オフサイドじゃないけど、エンド。いや、無理だね。さすがに無理か。で、染岡くん渡してって、ゴーエンジ、いや、染岡、いや、ナイス勝利、いい、ナイス、竜巻旋風、えっ、マジかよ、普通に今、取られた、いや、勝利弱いな、もうちょっと、ちゃんとレベルの問題かな、これ、相手のレベル、今回見なかったけど、勝てると思ったけどね、いや、染岡じゃない、染岡取ったらオフサイド、オッケー、いや、これは厳しい、これは、いや、遠藤さ、GPTP 高くね？遠藤 GPTP ともに高くね？いや、ファール？俺相手に何も触ってないのにファールって、相手が勝手にスライディングして転んでるだけだろ、それ。俺、よし、ナイス、ゴエンジ。あと1点入れておきたい。あと1点ここで決めておきたい。よし、稲妻落とし。これ決まるんじゃないかな。稲妻落とし。どうだ、これは決まるよね。ここ決めてくれれば結構、後が、よーし、決めていく。ドーン。これでね、3点目、2点差つけた。まあ、これで大丈夫なはずだけど。はい、ということで、最後、染岡くんと遠藤くんで、あと2点決めて5対1で勝利しましたと。よくぞ、我々を破った。お前たちの勝ちだ。いや、じゃあ、いいから、優子が早く俺たちのチームになってくれよ。全然来ねえんだよ、あいつ。よし、あ、シャドウ忘れてたわ、普通に。よくやったな。これでお前たちは強くなったはずだ。どんぐらい強くなったの？なんか出る。おかえりなさい。これが今回の結果になります。なんか3か。3上がったのか。ほうほうほう、まあまあ悪くない。3だね。どっちも3だね。オーケー。悪くない悪くない。ということで、では今回はここまでにして、また次回やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。